はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。今回は仲間モンスターの継承ガチャ、100連、100匹と別れをしていきたいと思います。というわけでですね、まあ、早速やっていきたいと思います。私の場合はですね、同じ種類のモンスター10匹ずつ、お別れの方をしていきたいと思います。今回はですね、デスピサロ10匹もですね、お別れしていく予定です。まあ、非常にね、貴重なモンスターなので、まあ、それだけにいい継承玉が欲しいんですけど、まあ、なかなか難しいかなと思います。というわけで、早速いきます。鎧、まずですね、1万歩族、鎧の騎士ですね、はい。ね、こいつはですね、テンペストブローっていう AA スキルがですね、欲しいんですね。はい。それが落とせるかどうか。まあ、この中で何人かはね、テンペストブローを持ってるので、ちょっと、ぜひ落としたいんですが、はい。ということで、行きましょう。テンペストブロー、来い！ちょっと来なかったか。はい。まあ、残念。まあ、なかなかね、テンペストブローを使う機会、今んとこあんまないですけど、まあ、いずれはね、使う機会もあるかもしれません。はい。ではですね、次行きましょう。ドラゴスライム10匹とお別れをしていきます。はい。ちょっとこっちか。はい。まあ、そうですね。まあ、ドラゴスライムの後には、スライムナイト10匹行きましょうかね。はい。はい。待ってね、これでいいのかな。はい。ということで、ドラゴスライム10匹ですね。まあ基本的にドラゴスライムは暴風バズーカっていう A スキル持ってるやつを育てております。はい。あ、器用さ S とかあるんですね。こういうの欲しいですね。はい。では行きましょう。お願いします。はい。あ、暴風バズーカいただきました。まあ6個目ですかね。はい。まあまあ、とりあえず、まあ貴重なスキルではあるので、まあそれゲットできたのは良かったですけど、まあ他にいい継承玉があんまなかったですね。はい。ではですね、もう、はい。まあこの流れで、スライムナイト行きたいと思います。スライムナイトはですね、はい、失礼。イオ属性の斬撃大義がですね、まあ、の S の継承玉。持ってる個体が出てくるということで。まあ、これ唯一なんですよね。スライムナイトしか、イオの斬撃大義 S ゲットできないんですよね。はい。まあ、いや、とりあえず、行きましょう。はい、お別れ。はい、ちょっと今回は、はい、まあ、残念な結果ですかね。はい。まあまあ、仕方ないでしょう。ではですね、1万歩族、次はドラゴンですね。はい。というわけで、ドラゴンはですね、まあ、基本的には灼熱サイクロンを持ってるやつを中心に育てております。はい。まあまあ、あんまり育てないですかね。はい。まあ、1個ぐらい見ときましょうか。灼熱サイクロン 10% ということで。はい。ではですね、ドラゴン10匹とお別れしていきます。はい。全然いい継承玉が落ちなかったですね。はい。まあまあ、それは仕方ないでしょう。はい。ではですね、次、エレメント系のヘルクラウダー10匹とお別れしていきます。ということで、うん。ギリギリだった気がする。はい。ギリギリですかね。はい。というわけで、ギリギリ、レベル50に達したやつが10匹おります。はい。ギガデインとか、はい。バギジュモン S とかいうことで、はい。ではですね、10匹お別れしていきます。いい継承玉来い。はい。ギガデインいただきました。13個目。そして S の継承玉があります。これはなんだ？守備力か。守備力3つ目。はい。まあ、デイン呪文の S がね、一番欲しかったですね。はい。まあまあ、ちょっと残念ではあります。はい。まあまあ、でもいいでしょう。次。はい。水系のケンタクルス、10匹とお別れしていきます。はい。いけるかな？ 10 匹いるよな。はい。これでいいか。はい。ということで、ケンタクルス10匹とお別れしていきます。双玉の水液、ターン MP 回復。それはいつでもいらないです。ヒャドブレス、そうですね。ヒャドブレス欲しいですね。はい。ヒャドブレス落とせたら最高。では行きましょう。ヒャドブレス来い！ S！ ちょっとなかったですね。はい。
いやー、ちょっと厳しい結果ですね。はい。ペンタクルス。ではですね、次、18000ポ族に入っていきます。はい。まあ、こっからですね、継承玉の、まあ、クオリティが、まあ、結構上がってきますかね。はい。ではですね、はい。お別れしていきましょう。一匹ぐらい見とく。会心率ですか？はい。というわけで、さすがですかね。はい。魔王の使いね、会心率。S、一番、まあ、取りやすいと言っても過言ではないと思います。はい。来い！どうだ？はい。マヒャド A いただきましたが、他はちょっとしょぼいですかね。あ、休み体制 B は、まあまあかな。はい。ということで、魔王の使いはもう10匹お別れする余裕がありますので、お別れしていきたいと思います。はい。これで10匹選びましたね。はい。1匹だけ見ときましょう。激しく切りつけるが 3.33%。はい。ということで、では、行きましょう。なんか S の決勝玉来い！どうだ？会心率 S いただきました。ありがとうございます。会心率 S ね。まあ、これは貴重ですよね。あとは激しく切りつけるもいただきました。7個目ですかね。はい。はい。ではですね。次は、キラーマシン10匹とお別れをしていきます。キラーマシンはね、まあ、氷結乱撃とかはですね、やっぱ欲しいですかね。はい。というわけで行きましょう。はい。ここだけ見ときましょうか。はい。斬撃耐性 S。はい。まあ、こういうのもね、いいですけどね。もう一匹見ときましょうか。はい。氷結乱撃。はい。というわけで、キラーマシン10匹とお別れです。異形初玉来い！はい。まあ、ちょっとギラ残体はいいか。まあ、氷結乱撃2つ落とせましたね。まあ、これは良かったですね。まあ、7個目になりました。はい。ということで、はい。まあまあちょっと、はい。まあこの氷結乱撃ゲットできたのは、まあまあ良かったかなと思いますけどね。はい。では最後行きましょう。デスピサロです。デスピサロ、10匹。いや、このね、魔王系なので、集め、継承玉というか、10匹個体を揃えるのが大変なんですよね、これ。はい。まあまあ、それはそれで仕方ないのでいいでしょう。では、お別れしていきます。こい、あ、ちょっと待って。一応、こいつだけ見とくか。はい。デスクロー、キャドブレス。はい。まあ、デスクローはね、ちょっと持ってないので、ね、単体のメラの A スキルですね。持ってないので、ちょっとゲットしたいところですね。はい。対ブレス S とか、麻痺成功率 S とか、まあありますね。まあ、1万8000個族なんで、まあ、ラインナップもね、なかなか豊富だなと思います。というわけで、では行きましょう。最後、お願いします。来い！どうだ？おー、これはなんだ、デスクロー、ようやく1個ゲットできました。まあ、これは良かったですね。はい。敵一体に威力 100%、メラ属性、斬撃ダメージ3回与えるということで、まあ、実質 300%、キャドブレス A いただきました。はい。まあちょっと今回、まあまあ、そうですね、氷結乱撃とか、まあ今回のデスクローとか、あとは会心率 S ね、ゲットできて、まあそれなりに実りのある、継承玉集めではなかったかなと思います。というわけで、まあ引き続きですね、まあこの仲間モンスター、地道にね、コツコツやっていきたいと思います。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！